ローラ T95-30 は、イギリスのエンジニア、ジュリアン・クーパー及びクリス・サンダースが1996年に、フォーミュラ1に、イギリスのコンストラクターが参加する準備をするために、自動車メーカーのローラカーズのために設計したフォーミュラ1カーのプロトタイプ。1号車は、1994年、サンマリノグランプリでのローランドラッツェンバーガーと、 アイルトンセナの死亡事故に対応すべく1995年に、カイチが採用した技術仕様を満たしている。T95-30 は、フォードコスワースの ED 型 V8 エンジンを搭載し、グッドイヤータイヤを装着している。パートナーのスクーデリアイタリアが満足な結果を残せなかったため、1994年に自分のチームにカイチ参戦を希望していたローラは、 経済的な理由で参戦を1995年に延期し、その後、1994年12月の T95-30 の発表の数週間前の1996年に延期した。当初1995年を通して一連のテストを完了することを目的としていたフォーミュラカーは、1994年のクリスマス直前に、 イギリス人ドライバーのアラン・マクニッシュによってシルバーストンサーキットでシェイクダウンされた。1997年 A オートスポート紙に広告が掲載された後コレクターに売却された。ローラは1957年の設立以来の自動車レース用車シ C シの長い歴史を有している。1962年からジョン・サーティースト・トロイ・サルバ通りのドライビングでヨーマン・クレジット・レーシングチームが フォーミュラ1世界選手権にモデルマーク4で参戦していた。ローラが参戦した最初のレースであるオランダグランプリではサー・アーティースがポールポジションダッシュするなど立ち上がりは非常に満足の行くものだった。その翌年、ローラはレック・パーネルレーシングにシャシーを供給したが結果は芳しくなくこのイギリスのコンストラクターはフォーミュラ1世界選手権にたまにしか出場しなかった。 しかしながら、1967年に、ホンダがローラへの F1 の車体設計の発注を発表した。ホンダは 743kg ととても重たい、自家製車シシーの RA273 を、より軽量な車シシーで置き換えたいと望んでいた。ユサックチャンピオンシップのレース向けのフォーミュラ、カーとして、ローラはわずか 600kg のホンダ RA300 を開発した。 当時のレースメディアからホンドーラと呼ばれたこのフォーミュラカーはホンダの F1 での2勝目となるモンツァーでのイタリアグランプリでジョン・サーティースが優勝した初レースから強烈な印象を与えた。1968年ホンダは RA301 を自社開発しローラはフォーミュラ1を後にした。1974年にグラハムヒルのエンバシーヒルに T370 十シ,シーを供給するまでは、ローラは、海一に復帰しなかった。その翌年、全席が振るわないことからヒルは、自社製、レーシングシャシーの開発を決定したため、ローラは4レースで、フォーミューラ1から去ることになった。1984年と85年、ローラの名前が、フォーミューラ1に再び現れたが、単なる宣伝目的だった。アメリカ人実業家で、 北米でのローラカーズの正規輸入業者だったカール・ハースはイングランドのコーンブルックを拠点にフォーミュラ1チームを立ち上げた。ハースは有名なローラの名声に結びつけられた広告のおこぼれが自身の輸入会社に利益をもたらすことを望んでチームをチームハースローラと名付けた。しかしながらエリック・ブロードレイは13代のフォーミュラカーの開発に関わっていなかった。 1987年から91年、ローラはフランスのチームラルース向けにフォーミュラカーを開発し、製造した。最後のローラとフォーミュラ1チームとの共同作業は1993年シーズンに BMS スクーデリアイタリア向けに用意したローラ T93、30として実現した。35年以上にわたるフォーミュラ1への関わりにも、関わらず、 ローラのレースでの最高成績はポールポジションと3度のポディウムに止まった。1993年9月 T9330 とフェラーリ製エンジンの組み合わせでは十分なダウンホースが生み出せず、このフォーミュラカーのパフォーマンスが低いことからローラカーズとスクーデリアイタリアは彼らのパートナーシップを有効的に解消した。ローラは1994年から T95 30で、自らのチームで、フォーミュラ1に参戦する意向と、準備を進めていることを発表したが、時期については、エンジン供給とスポンサー契約によって変更があり得ることに注意を求めた。最終的に、フォーミュラ3000とインディカーのシャシーを製造している、ローラは2ヶ月後に、独自の構造を作り上げる資金が不足していることから、フォーミュラ1への参戦が1995年に、 ずれ込むことになった。観測筋は T94-30 の開発は資金の無駄だと思うかもしれないが、ローラのディレクターであるマイク・ブランシエットは、テストプログラムが1994年に計画されており、電子的補助装置に関する技術的規制が不確実であり、ハンティントンのメーカーにとってはリスクを構成していることを説明して相対化している。チーム強化のために、 ローラ・カーズは、イギリス事業所のマーケティングディレクターとして、ブレット・トラフォードを雇った。ジョーダングランプリチームからの遺跡者であり、1989年から1991年まで、ベネトン・フォーミュラでも同じ地位についていた。ローラ T95-30 は、元ベネトン・フォーミュラのエンジニアであるジュリアン・クーパーと、ウィリアムズ・カイイチチームの空力専門家の、 クリス・サンダースによって設計された。クランフィールド研究所で40%スケールモデルを使った風洞テストが実施され、3.0リッターのフォードコスワース ED 型 V8 で駆動された。ローラ T95-30 は重量 35kg、厚さ 20mm のカーボンファイバーとアルミニウムハニカムからなる成形された古典的なモノコックシャシーを備えている。 1995年度のフォーミュラ1レギュレーションに最初に適合したフォーミュラカーとなった。この車はドライバーを含んで 595kg に仕上がった。ドライバー抜きでは車重は 510kg であり、重量配分は前輪42%、後輪58%となっている。10kg のバラストも搭載している。T95-30 は フラットボトムの車体底面よりも 10mm 下にセットされたフロントスポイラー、車体から高さが 25cm を超えない低いリアスポイラー、車体底面から 95cm に制限されたエンジンカバー、空き容量のあるタンクと広げられたコックピットも特徴的である。その他の特徴としては 30cm 幅広になりリアアクスルまで延長された フラットボトムも目新しいが、これはフォードコスワース V10 エンジンの移植に際して問題を生じた。この車の後部は同世代の他のフォーミュラワンカーと比べてシンプルであり、主な違いは T95-32 はディフューザーが備えられていないことである。施行された新しい規制に従って、この車にはエンジンレベルのエアボックスを備えていなが、追加の35馬力を得ている。 しかしながら、この最後の規制は1994年の終わりに廃止され、T95-30 は公開後にエアボックスとリアディフューザーを装備したように見られている。しかしながら、T95-30 は、主としてローラが FIA に、会一参戦のための50万ドルを支払わなかったために1995年のフォーミュラ1に参戦することはなかった。 エリック・ブロードレイは会社が高レベルの競争ができる場合にのみレースに参加することを望んでおり、それまでに集められた予算がこの目的を達成するには不十分であることから1996年にへの延期を申し開きした。T95-30 は1994年12月8日に報道陣に公開された。 1994年のクリスマス前に T95-30 をシルバーストーンでデビューさせたアラン・マクニッシュ。写真は2006年 T95-30 は元ベネートンフォーミュラチームのテストドライバーでイギリス人ドライバーのアラン・マクニッシュに委ねられた。これは当初1994年11月に予定されていたがローラが資金調達中のために延期されていた12月の シルバーストンサーキットでの簡単なシェイクダウンテストに結びついた。エンジン始動時のトラブルによって中断されたこのテストの後で、マクニシュは T95、30を一緒に働くのが楽な、強くて良い、小さな車とみなしていた。この車を設計したジュリアン・クーパーはこの車はよくデザインされているが、設計作業はまだ続き。 以前の車体よりも25%減ってしまったダウンホースとサスペンションに中止からする必要があると述べた。1995年2月、ローラは南アフリカ人ドライバーのスティーブン・ワトソンをテストドライバーとして採用したが、メーカーが1997年のフォーミュラ1への復帰を延期したため、シルバーストーンでのシェイクダウンが T95 30の唯一公開された走行となっている。A オートスポーツ紙に広告が掲載された後で T95-30 はコレクターに売却された。ありがとうございます。